発はここまで10勝防御率ナンバーワン 1.43 の大谷翔平です。チェンジしますもんね、球の力が変わってきますよ、はい、さああと次のヒット1本が通算1000本安打、そして次のホームランがプロ通算300号となる中村、今季球界ナンバーワンと言っていいこの大谷から、果たしてこの記録を達成するか。初球右へ、ライトがジャンプ、最後は取りました。いい感じに打ちましたが、ただそういう人は中村高がレフトへ、高かった、300号1000号安打、やっぱりホームランで決めました、中村拓也、21世紀のホームラン製造機ここにあり、やっぱりファンの期待通り、そして今季パリーグナンバーワンといえる大谷から打ちました、300号1000本安打、中村の完璧な当たりでした。もう達成しましたか、21世紀のホームラン製造機中村、そして現在パリーグナンバーワン大谷、156キロ真ん中ストレート、気持ちいいですね、見てて、宇宙間か、ライト伸びるか、ライトフェンス際、ジャンプ、入りました、出ました、やりましたね、王さんに並ぶ15本目の満塁ホームラン、追いつきました、鳥肌が立ちますね、第29号ホームランは満塁アーチ、5対5同点、プロ通算301号、大谷から打った満塁ホームランはあの王貞治さんに並ぶ満塁ホームランのタイ記録、いやー参りましたねすごいですね、130球ですか、そうですね、もう140球近いね、フォークですからね、すごいですよね、前世紀のねホークスにいた斉藤和美投手だったらそんなフォーク投げてましたからね、あっと高めに抜けてしまいました。まず第一打席は中村がフォアボールを選んでいます。まあでも大谷投手は打たないんですけど、外落とすボールは読めないんですけどね、あー159キロ、空振りの三振です。第1打席フォアボール、第2打席の空振りの三振を取りました。あれが大谷です。さあ4番の中村バッターボックス、あーっと思わず天井を仰ぎました。中村高めの155キロ、アウトロー157キロ、ストレートを持ってきましたが、ね、フルカウント、空振り三振、最後は154キロのストレートで三振を取った大谷翔平です。6回まで投手戦続いて0対0です。